これからね、今35のセブンスアベニューを西に向かってます。変なホテル、これから行きます。私の知人がね、今日泊まるんで3時にね、待ち合わせをしています。今日ね、JFK 行ったら、 JFK ターミナル8ジャパンエアラインをね、迎えに行ったら、パーキング入れませんでした。パーキングがフルスロットになってましたね。エンプロイオンリーって書いてあってですね、入れませんでした。ですからお客さんとね、ミートは、電話をもらってね、外でピックアップさせてもらいました。まあ、プレジデントデーがあってね、今日混んでましたね。まもなく変なホテル到着します。で、ゴスケ今日ね、残念ながら休みなんですね。オーセンティックジャパニーズレストランです、ゴスケ。それではね、変なホテル入っていきたいと思います。恐竜がいます。もう来てるかな。まだ来てないですね。9階です。はい、9階906。ベトナムで泊まったホテルに似てるな。はい、じゃあ先にこれ刺さないといけない。あ、つけるルームキーじゃないですね。はい、明かりがつきました。こんな感じですね。2ベッド、これは何サイズですかね。クイーンサイズ、スーペリアクイーン、スーペリアクイーン、非常に広いですね。こちら側、9階のこの部屋、906号室はどこに面してるのかな。中側に面してますかね。中側に面してます。こちらサイドには明かりがないのかな、ライトがないのかなっていう感じですね。バスタブ、手洗い、お手洗い、綺麗ですね、これ。ヘアドライヤーもついてますね。はい、ハンドウォッシュと、こちら、ボディーローションですね。黒白を基調としてますかね。こちらおトイレも、あ、おトイレね、これね、トートのウォッシュレットが入ってますね。これ日本の人、高いんじゃないですか、評価ポイントね、日本から来る人。ボディウォッシュ、コンディショナー、そしてシャンプーかな、入ってます。まあ、少しね、バスタブもそんなにね、浅くないですね。比較的深いというか、深い、フルの入ってます。ボディは。これ閉めるとこんな感じかな。ヘアドライヤーもね、ついてます。私が映っています。リフジレーターですか、ついてます。これは冷えてますね、使えますね。冷凍庫はないけども何か買ってきたらここで入れられるわけですね。湯沸かし器もありますね。ありがたいですね。カップラーメン作れますね、本当にね。コーヒーとか置いてないね。コーヒー、これはコーヒーのカップだけ。こっちはアイスですね。日本のとこだとこうインスタントコーヒーとかお茶とかが。こちらはあれがありますか、何ですか、これはセキュリティボックス。セキュリティボックスって、多分コード入れて、コード入れてやるやつですね。
そしてあれはあのエアコンっていうかヒーターはこれ調整ですね。これは調整です。60今9になってますね、ヒートね。69ぐらいでよろしいんですかね。よろしいですね。私はね、車運転する時74ぐらいで運転してますよ。あ、これはいいです。